はいどうもカッパイッチョーです日に日に営業時間がね、後ろにずれてっちゃって、本当申し訳ないっす。なんかね、調子もあんまりパッとしないんで、あれなんですけども。まあ、ニュースの方はね、ちゃちゃっと見ていきたいと思いますんで、ちょっともう12時、また日付変わっちゃいましたけど、はあ、よろしければね、お付き合いいただけたらと。エネジローくんからいきましょうか。公認取り消し。 かもしれないいっていう話ですか、ね、まあ今のこの石破自民党ルールで言うとねアウトかセーフかっつったらあまあ一応セーフなのかなでまあ平たくねこの裏金だ不記載だって、ね、要はこの金の汚さでいうところではねアウトじゃないですか、うん、でもほらこの人小石川連合の一応ね、うん、小石川連合 まあ石破さんにとっては、うんまあ、数少ない、まあ、仲間とは見てないだろうけども、ね、気に食わない輩ではなさそうなのかなと。でねそんなあの神奈川県連、ね、この小泉進次郎、まあ、神奈川県連ねこの小泉さんが代表でね、まあ、不記載のいわゆる出どころが不明の、えー、698万円なんてもんが。 ね、自民党第2の裏金追及するのか否かっていうなんかそんな話金額的にはこれはどうも二階さん辺りに匹敵するとかね、まあ、そういうこのねまだまだ出てくるんじゃねえのかなみたいな、まあ、そんなこと言われてますけどもさあ石破総理はどうするんですかねこれは公認取り消しなんですかね、まあ、多分取り消さないと思いますけどもこれ取り消したらまあなんだろう まあ多分取り消さないな。<laughs> 取り消さないと思うよ。うん、一方、萩生田さんがね、うん、まあもう、まあ、別にこの人を擁護する意図はないですけどもね、うん、萩生田さんに関しては、この、かつて、えっ、ー、と、この性凛審ね、えー、出てもいいと思っていたがあ、当時この森山さん、総務会長かな、当時ね。 うん事務総長、ね、勤めていないんだから、ね、出なくていいと言われて出なかったんだけれども、まあ、今のね、この、石破内閣、石破自民党ルールで、えー、出なかったやつに対して、お前、成倫審出てないから、非公認。<laughs> ね、当時、ね、かつて自民党のルールに従ったんだけれども、ね、今のこの自民党ルールでは、なもう、あれだよ。 ね、もう分かってる通り、石破さんにとって、ね、気に入る、気に入らないっていう、そこでもう判断してるだけなんで、うん、あ別にそれならそれでいいと思いますよ、うん、はっきり言って興味もないし、<laughs> ね、うん、ただまあ、そういう様子を見ている有権者は、ね、そういう輩だっていう判断を、まあ、僕は一応、下してやろうとは思ってますけども、ね、そういう人がまあ、1人でも増えればね、あるいはね、自民党に、いわゆるこの大きい、 僕はもうお灸を据えるなんていう次元字で済ましたらダメだと思いますよね。うん、まあよくほらね僕はあの普段からこの仏壇積み人、仏壇積み人を言ってますからね、こ,のなんかもうことあることに潰してしまい、潰してしまいみたいなそんなノリでは言ってきましたが、まあ、現実的にはね、うん、消えてなくなるようなこの潰す、潰すみたいな言うのは簡単ですけど、現実的にはねそんなことそうそう起こらないと思うんですけどただあの削れるだけ削る必要はあると思いますよね。 こんまあ、それ言ったら本当は与党も野党も,、ね、も,う全このもうありとあらゆるこの議員という議員がもう国会議員だけじゃないですよ。われわれから見てこいつはもうバッチつけてなんか政治を語らす資格すらねえだろうっていう、まあ、自称政治家、実態政治家、ね、そんな輩はもう落とせるだけ落としてやりたいじゃないですかことごとく、ね、政府も地方も、まあ、僕はそう思うんですけども。も だからまあそういう意味で、ね、自民党を潰すっというのはちょっとまあ、ねうん、できるもんならそ,の別にそれでもいいと思いますけども、まあ、ちょっとまだ現実的ではないと、ね、だったらもう削れるだけ削ってやろうとだから自民削るですよね。うん、ではなんかかそうだからう不公平というよりもなんだろうな。 まあ僕ね、一有権者、一日本人、日本国民的な感覚でいうと、この金の汚さでいうところで言えばね、うん、ドイツもこいつもアウトなわけですよ、今、名前が挙がってないやつも含めて、ね、どうせて、ね、ドイツもこいつもやってんだから、同じかそれ以上のことを、うん。だから、ね、本当だったら等しく罰して、ね、結果的に誰もいなくなったとしても、それでいいんだよ。 うん、そんなやつだってもうバチつけて先生先生言われて鼻の下伸ばして私服を壊すだけのふざけた豚野郎どもなんかいらねえんだからさ日本にでも現実的にねそれはまあないじゃないですかうんねなお結局だからあれだねこの反日売国税って大体どこの,、ね、この企業でもそうだしだマスコミなんかがわかりやすいんじゃないの、ね、あそこだって我々一般人のね一般のこの日本人日本国民日本社会 ね、日本社会の中の一角に,になのかもしれないけど、どう考えてもあいつらの常識は我々の非常識っていうところがもうあまりに多いじゃん。ね、うん、だから我々から見ればね、ねあいつらにとっては普通なのかもしれない。あの界隈ではねこのまかり通ってきたことなのかもしれないけども。ねあなんだろうな。何が分かりやすいかな。最近だとこのジャンポケ斎藤さんなんかもそうだし。ね あれだってさ、ね、不倫だ浮気だ不倫だ浮気だってもう散々、えだってもう昭和の頃、でも何,何十年も前からずっと同じことね、うん、繰り返してるわけじゃん。うん。アホなのかなって普通に思いますけどね。うん。ただからもうなんかこの学習するとかしないとか、ね、うん、そういうんじゃない。もうそういう界隈のそういうやからが、ね、うん、まあある意味なんだろうな。気に食わないやつ、このリークして、ね、引きずり下ろして、ね、ワッシュへワッシュ。 でこんな自分がこの引きずり降ろされてまた別のやつがこう出てきてわっしょいわっしょいみたいなそれもずっと繰り返してるだ,だけだろ結局はうんその時その時のねなんかこの君臨しているこのボスのさじ加減だよ結局はだから結局この政治やね連中政界なんかもお同じだよねうんだからこいつらの当たり前はね我々一般日本人日本社会では全然当たり前でも普通でも何でもないじゃんねえ うん、もうずーっとこの,この,金,の金の汚さなんかはもうさ、ね、もうある意味もうそういうもんだみたいな、ね、こいつらもそういうふうに受け取ってるだろうし、うん、だから最初に言ったようにね、うん、だから一切合戦、ね、そういうなんかこの政治と金、ね、いわゆるこの政治と金の問題、うんね、もうだって昭和の頃からずーっと言われてるじゃん何も変わんねえじゃんなんだかんだ言っちゃうねえ。うん 同じこととをずっと続けけてるわけだよだからその時その時なんかこのね、うん、もうなんか一番権力握っている、ね、この君臨しているこのボスが、ね、どこの誰からどこの誰にこ変わるとかっていうだけであって、うん、だから本当の意味でねうん、海を出し切るとかさ、うん、絶対ないでしょやるわけねえじゃんうん。 だからもうなんていうのかなだもうそういう意味ではもう全てこの茶番に見えるっていうのはそういうのもあるんだよねうんえやれるんならやってもらって大いに結構ですよね、うん、有権者国民に対してね、うん、どうもすいませんでしたと今度こそちゃんとやりますって <laughs> ちゃんとやったら試しねえだろこいつらはうんだからなんかちょい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 こうやってさ ね、この不器材だ裏金だ裏金だ不器材だいや不器材だ裏金だってずっといやいやいややってるじゃんうんもうバカバカしいよな話題として一応取り上げるけどさあ,あはいはいまたかとだか今回なんかもねこの小泉さんのねうん神奈川県連にこの不器材ね出所が不明のねとりあえずなんか今回698万でまだどうやらあるらしいとどうなんだろうねうん助けてパパーみたいな感じかな <laughs> それともね、<laughs> 裏金か不記載か、あ、これは石橋公文,石公文か。小泉公文的には、これなんて、のらりくらり、ね、うん、のらりくらり、やる、ふざけた真似 <laughs> のらりくらり、ざれごと吐くんかな。まあ、だからさ、ね、なんか一応、この公認取り消し、告発状みたいな、過少記載容疑っていう、なんかある、なんか大学教授が、なんかそういう声を上げてる人がいるっていうんだけど、 まあ、どこまでやれるだろうね。うん。パパーって。<laughs> <laughs> <laughs> もう、なんかもう、ちゃんちゃらおかしいよな。もう、明らかにやっぱりこいつら、うん。あの、我々とは違う、なんかもう、ほんと、感覚おかしい、おかしなやつらなんだよ。所詮は。うん。どういつもこいつも。そう思いませんかね。こんなもんですか。正解、正解で生きてるこの政治家連中、こいつらにとってはこれが普通で。 そういういいいももんだななみたいな <laughs> いやもうこういうのは可能な限り、ね、この選挙でもう削れるだけ削ってやるべきだと思いますけどね、うん、それでもこいつらのそれぞれの,なんかこのパワーバランス的にね、うん、いやうちの裏金は不器材だからいい裏金なんだいやあいつの不器材は、ね、裏金なんだから裏金だっつっていや公認だ非公認だってそうだそうだって一緒になってやりますうんあほくさって思いますけどねうん やれるんだったらさっき言ったように、もうドイツもこいつも、どっちかも、ね、この、とっつかまえてしょっぴいてぶち込んで始としてやりたいよ。ほんと、片っ端から。でも、残念ながら、言うだけで、ね、言うのは簡単だけど、そうはならない。だから、そうは言ってもね、放置するわけにはいかないからね、どうしてやろうかなってとこですよね。うん。いや、だって、どう考えて、ドイツもこいつも何、どういう状況かって、我々の立場で言わせていただくとなめられてんですよ、我々有権者が。 国民が食い物にされてるわけですよ我々がうんこれはただじゃおかねえぞってなるのが普通だと思いますけどねうんなかなかフフ進次郎君だってへえまあ非公認ねうんこいつら的な一応上っ面のねうんなんかそういうこの政治資金規正法 なんかルールにのっとったっていうところで言ったらまあ合法非合法一応なんかこのね限りなくこの黒に近いグレーで非合法ね、うん、しかもこの,な,のなんだろうなだ合法かうんでもこの N 次郎君だしね小,小泉公文だし、うん、パパに電話しちゃうしうんなんだかんだねそのなんだろうこの正解ルール的にもね OK は OK なんだろうしあとこの石場石場自民ルールに照らし合わせても うん、小石川連合だし、ね、パパに電話されて叱られたらつまんねえし <laughs> そんなとこ知らないけど、うん、まあこういう所詮ドイツもこいつもこんなやからなんで、まあ、機会があればやっぱりね、うん、確実にこの削り落としてやりたいと思いますけどね僕はねあなたはどう思いますか今回は以上です。